メットライフドームです。埼玉西武ライオンズ対オリックスバファローズ、このゲームの模様をお送りいたします。ライオンズの先発は左の浜谷、対するバファローズの先発は右の超以上の両先発。さあ間もなくプレイボールです。左の浜谷マウンドに上がります。バファローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、トップバッターは福田。背番号4。次の球がラストボール、打ちました。1、2塁間の当たり、破ってった。福田いいバッティングを見せました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。次が4球目、投げた低めの球、見逃し三振。3番レフト吉田正尚、背番号34。一塁へ牽制球を送ります。第4球を投げました。変化球、空振り三振。2者連続三振になりました。バッターは4番杉本。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ。第9球投げました。低めのボール引っ掛けた、内野ゴロ、源田掴んだ、アウト。スリーアウトチェンジ。バファローズファーストランナー残塁。ライオンズ立ち上がりを無得点に抑えています。右の超マウンドに上がりました。ライオンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。1回の裏、これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターは若林。第9球投げました、打った。第2球投げました、打ちました。1、2塁間破った。若林ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。背番号6。第9球投げました、真ん中にストライク。第2球、1塁ランナー出た、キャッチャー2塁送球、間に合う。これは悠々セーフ、盗塁成功です。リプレイをご覧ください。第3球152キロ直球、空振り三振。源田3球三振に倒れました。第1球投げた、直球ストライク、まずは見送りました。第2球投げた、ストライク、これはかすった形になりました。第3球は空振り三振、森3球三振。先ほどのプレーです。バッターは DH の中村、大きな声援が届いています。背番号60。第1球投げた、スプリットはボール。さあ次の投球、2球目空振り、タイミング合いません。第3球は見送ってストライク、追い込んでから第4球をアウトコース高め、空振り三振。さあリプレイです。1回が終了しまして、ライオンズ同じく無得点で終わっています。2回の表、これからバファローズの攻撃に入ります。トップバッターは T 岡田。第3球を投げた、打ちました。うん、ボールを掴んだ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番足立。背番号3。第5球投げた、打ちました。ピッチャーライナー真正面、これで2アウト、ランナーありません。背番号38。第4球を投げました、打ちました、当たり損ない、源田取った、アウト。スリーアウトチェンジ。浜谷この回ピシャッと3人で抑えています。2回の表が終わって0対0です。3回の表、これからバファローズの攻撃に入ります。先頭バッターは伏見。第4球を投げました、打った、フラフラッと上がった、殿崎落下点に入った、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番紅林。紅林背番号24。第9球投げました、初球を打ちました、ピッチャーライナー真正面、これで2アウト、ランナーありません。さあ投球は5球目、ストライク、空振り三振、ボール球で仕留めました。浜谷最後はスイングアウトの三振で仕留めました。3回の表が終わって0対0です。1番
0対0で迎える3回です。ツーアウトランナーなしという場面で若林、外れたボール。第2球投げました。ジャストミート、あっと抜けた。打ったバッターは2塁へ向かった。若林、いいバッティングを見せました。ライオンズ先制のチャンスを迎えます。第9投げました。ストレート決まってストライク、いきなり152キロ。投げた、直球ストライク、アウトローへ。早くも追い込まれています。打ちました、ショート右横のフライになりました。掴んでこれで3アウトになります。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ライオンズセカンドランナー残塁、3回まで終了しまして0対0です。試合はこれから中盤4回に入ります。この回のトップバッターは高めの球、見逃し三振、浜谷ナイスピッチング。第4球を投げた、打ちました、うー下がっていった、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。リプレイをご覧ください。バッターは4番杉本。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げた、初球を打った、ピッチャー返し、うーボールを取る。サードから一塁送球、一塁セーフ。先ほどのプレーです。バッターは5番 T 岡田。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げた、変化球、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。4回の表が終わってバファローズ未だスコアボードは0のままです。5回の表、これからバファローズの攻撃に入ります。トップバッターは足立。最初のバッターボックスはピッチャーライナーに、打った、外崎掴んだ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは指名打者来た。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れ、これは引っ掛けた、これは内野ゴロ、アウト。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは8番伏見。第1打席は内野フライに倒れ、打った、ピッチャーの頭上をフラフラっと上がっている。浜谷余裕があります。取ってこれで3アウト、チェンジ。浜谷この回きっちりと3人で抑えています。5回の表が終わって0対0です。0対0で迎える5回です。ツーアウトランナー1塁という場面で若林、打ちました、痛烈、いったー、入った入った、ホームラン、先制ツーランホームラン。ライオンズファンで埋まったスタンドに吸い込まれていった。初球をうまく捉えました。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。リプレイで先制の場面をご覧いただいています。バファローズ追う展開で迎える6回です。バッタージョーンズ。第9投げた、初球から打ってった、フラフラっと上がった、外崎落下点に入った、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。代打はロメロ。バファローズ代打構成に出ます。投球はこれから3球目。三振、浜谷見事なピッチングです。バッターは2番宗。ここまで2打席連続三振、落ちる球見逃し三振。浜谷ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。先頭バッターは吉田。今日は三振とサードフライ、低め空振り三振、最後は145キロストレート。さあリプレイです。バッターは4番杉本。今日3打席目、投げました、147キロ直球、空振り三振。浜谷3球で仕留めてみせました。左バッターボックスは5番 T 岡田。今日はサードゴロと三振。第3球アウトコース低め、空振り三振。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ライオンズファンの願いが詰まった8回の表、
2点を追いかけます。バファローズの攻撃。この回の先頭バッターは足立。今日はピッチャーライナーと見逃し三振。浜谷見事なピッチングです。リプレイをご覧ください。バッターは代打モヤに代わりまして、モヤ背番号。投球これから4球目。打った、引っ張った、アウト。山川軽快な守備を見せました。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは伏見。今日はセカンドフライト。打った、ボテボテのショートゴロ。源田ボールを掴んだ。一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。浜谷ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。ライオンズリードで迎える8回です。ワンアウトランナーなしという場面で若林、スリーベースヒットが出ればサイクルヒット達成となります。投げました、打ちました、ライナー破った、ライト前ヒット。若林いいバッティングを見せました。左バッターボックスは源田。今日はここまで3打数ノーヒット1三振。第9球投げました、初球決まってストライク。第2球、一塁ランナー走った、打ちました、ライト前に出る、掴みました、ランナー一塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。森友也。第9球真ん中にストライク、まずは見送りました。投球これから2球目、外れた、ボールを2塁へ送った、判定はセーフ、盗塁成功。バファローズ外野は浅めの守備を取ります。ストライク。第4球を投げました、打った、ピッチャー返し、抜けた、センターバックホーム、森ナイスバッティングです。いよいよ最終回を迎えました。トップバッターは太田。バファローズここで一つ形を作りたい。第3球は流し打ち、どうだ、山川ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。打順はトップに帰ってロメロ。第9、あっと引っ掛けた、源田取った、一塁へ送る、アウト。勝利まであと1人。バッターは2番宗。ライオンズここは何としても抑えたい場面。打ちました、1、2塁間のゴロ、一塁へトス、浜谷取ってアウト。試合終了、浜谷見事な完封勝利。ライオンズ2点差で逃げ切りました。埼玉西武ライオンズの勝利です。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。お送りし